どうした？ついてるよ。グレネードだ。理由を聞いてもいい？お手玉に失敗したとか。自己紹介もせず個人的なことを聞くとは失礼なやつだ。お前は B だな。ええ、そうよ。よし、じゃあ行くぞ。どこに？リトルチャイナだ。カンパオチキンが食いて激辛のな。まあ、邪魔じゃないの？何が？グレネード。顔についてるそれよ。鼻くそをほじるときだけ、身を抜かねえように気をつけりゃ。知ってる。アメリカ人は疎いのが多いからな。赤じゃないの？
当然でしょう。そこに知り合いは？いえ、どうして。聞いてみただけだ。気にすんな。テイクアウトしに来たんじゃないんでしょ。どうだろうな。Perdóname, por favor.
の中を引きずり回してやる。ちょっとした仕事だよ。興味あるか？分かった、聞くよ。ネットサーフィンしてたら偶然面白い広告を見つけたんだ。当てようか。どうせ中古のミスタースタッドか何かでしょ、安物の。 V、 俺は真面目な男だ。俺が今しようとしているのも真面目な話だからな。誰かが魔術書を売ってんだ。ネットのクラッシュ以前の年代ものだよ。あんたには価値はわからないかもしれない。だがネットランナーにとっちゃ視界文書並みのお宝だ。それを盗んできてほしいのね。盗む必要はない。買うだけでいい。かかった金は2倍にして返す。わかった、任せて。オンに切るよ。売り手の連絡先を送っとく。幸運を祈ってるぜ。そんなとこ。まず値引きはなし。受け渡し時に一括払いね。分かった、それでいい。話が早い。住所送った。そこに一人で来なさい。魔術書持ってる？ええ、安全な場所に隠してある。どこか知りたい？ならお金を見せて。相当うさんくさいけど仕方ない。言う通りにする。後悔はさせない。だといいけど。じゃないとそっちが後悔することになるからね。保証する。今座標を送った。どうなることやら。
Experience real space like never before. Te reto a que lo hagas.近頃の若い子が。紹介するわ。名前負けしてる役立たずのクズ。
だから私を裏切って町から逃げ出した。まあそれはどうでもいいの。重要なのはあいつが自分のコンピューターに残していたデータよ。詳細は添付を確認すればわかるわ。頼むから早く出てこいよ。いつまで隠れてるつもりだ。
船内でどこで見つけたと思う？スカベンジャーのアジトよ。サンドラ、聞いてる？ええ、大丈夫。あの時何が起きたのか聞いて以来、あいつらがどうも脳裏にちらついて、奴らのところだと予想はしてたけど、私が自分で探しに行くなんてとてもできないし、自分に言い聞かせてるの。私をさらった連中はもういないって。トラウマチームのプラチナ契約があればそれだけで安心よ。シグナルジャマーへの対策ももう済んでるはず。ええ、でも奴らが次に何を仕掛けてくるかでももう済んだことね。今はそんな小物に構ってられない。どういうこと？気にしないで。データバンクを持ってきてくれる？今住所を送る。分かった。本日最後のニュースです。何メンチ切ってんだこれ。いい女じゃないか。文句あんのかこれ。世界はお前が考えてるようなところじゃない。俺の知り合いか。サンドラ、B よ。データバンクを持ってきた。サンドラ、いないの？あなた一人、誰か見つけられてない？見ればわかるでしょ。早く入って、ドアを開けておきたくないの。まだスカベンジャーを警戒してるの？その、知り合いが記憶は残らないって言ってたけど。スカベンジャー？いえ、今心配してるのは、うん、気にしないで。データバンクは持ってきた。こんにちは。はい、無傷だから心配しないで。私に心配するなって言ってくる人は大抵何かを隠してる。中を見たりはしてないでしょうね。私はプロよ。そんな真似はしない。そう、よかった。
じゃあこれをプロの働きに。データを覗き見しなかった分ボーナスもついてる。ありがとう。じゃあまた。驚くべきことに未利用者従業員の 34% には退職金パッケージまで約束されているとか。次です。 NCPD の権限が大幅に拡大されることになりました。警察は今日から起訴状の任意に関わらず容疑者を最長1年にわたって拘留できるようになります。基準にのっとって行うこととなります。以上、この時間の N54 ニュースをお届けしました。それではまた。
の汚ねえ顔をめちゃくちゃにしてやる。
ずいぶん銃があるのね。何年か前にひどい目にあってね。保険の代わりよ。どういうこと？患者が正気を失ったの。まさにこの椅子でね。大声でわめき散らしたと思うとブレードを出して飛びかかってきて、私は銃を持ってなかったからメス一本で抵抗するしかなかった。結局片目と指4本腎臓も失礼してしまった。それでもこの通り唾を吐き忘れてる。どんな BD なの？聞いて驚くな。この町一番の最高傑作だ。だから中身は？今まで見た中で超クオリティ、超マニアック、超激ヤバなバーチャだ。もうこいつは別次元の作品だぜ。どこで手に入れたの？あんたがナイトシティの販売を牛耳ってるわけ？おいおい、んなことはどうだっていいだろう。こいつは違法スレスレの超手に入りにくい品なんだ。意味わかるよな？バーチャの内容は？頭クラクラ、神経ビリビリ、超ハイパーウルトラセンセーショナルでアドレナリン大放出なやつ。ジョージア、頭の中がぶっ飛ぶぜ。俺が保証するって。興味ない。今はそう言ってるが、絶対気になってまた戻ってくるぜ。限りなく大物に近い氷河に立つ。お金を持ってさ。
目的は残業代？いや、帰りたくねえだけだ。結婚して10年もだって、急に俺じゃダメなんだかよ。なのに、いい奴の男と浮気してんだ。そうだ、金の話が出たことだし、保険で力を貸してくれないか？お芝払い。わざわざ相手が誰かを知ってどうするの？どうするかなんて、そんなの決まってるだろ。それだったら答えないよ。そいつの目を見て、他の男の女房と寝て他人の結婚生活を壊すのはどんな気分か問い詰めるだけさ。奥さんを尾行して誰と会ってるか確かめたい。今はどこに？近くで働いてるから住所を教える。あいつのことだからタバコ休憩してるだろう。ヒーストーカーなんだ。町の半分がない。今日はピンクのジャケットを着てたかな。それと青いバッグを持ってたはずだ。派手だね。おしゃれ好きなんだ。誕生日や記念日に女にいいものを買ってやって、その最初が俺だもんね。¡Hola! ¿Qué haces en el momento? ¿Qué es eso? ¡Rápido! ¡Mira, te vas a ver!忙しいの。何なの？早くして。
なんだ。離れて。あなたのことを作ったりはしないって。バカが襲ってきた。どういうつもりだ。